せーの、パンパン、チュパンク。はい、どうもパンク青木です。はい、というわけで今回は大聖堂書店の社長である船坂義雄さんに特別ゲストでご登場いただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。かなりの怪我をなさったじゃないですか、うん、すごい。帰国された後ってそこら辺の傷とか後遺症とかってなかったんですか？足元もやっぱり大腿骨のね、この太ももの内側、はいはい、その当時こんな傷が残ってましたよ。やっぱりそうなんですよ、うん、もうそこのところだけちょっとケロイド状みたいになってて、はいはい、なんかこう肉がそぐれちゃったんだろうね、うん、体の中に2箇所あの玉が入ってた、うん、で冬になると腕が動かないとかね。だけどそれを克服するために、うん、あの父もあの息子が剣道やってんだからっていうんで自分も剣道をやろうっていうことで始めたわけです、うんうん、それやってるうちにやっぱりこう動かすから、うんうん、痛みも取れてきた。お父様が帰国してから、うん、お戦時中の話を直に聞くとかっていうのよくあったんですか、ね、家ではね戦争の話一切しなかった。地元の小学校の、はい、講演をお願いされたとか、あの千歳の自衛隊、それから御殿場の陸上自衛隊、そういう一緒にねついてった時に当時の話を聞いたわけ。やっぱり実体験だからね。で戦争はしちゃいけないってことは基本だけども、戦争の悲惨さっていうのを伝えていきたいっていうのが講演でよく言ってましたよ。向こうから機銃掃射とか弾が飛んでくるわけですよ。胴体半分が吹き飛んじゃってお腹がこう全部出ちゃったとかね、はい、頭がなかったとか、そういう生の体験っていうのは皆さんびっくりしてましたよ。実際にその戦地で体験した人が語るってことですね。そう飲み水もないんだからね。で飲み水行くとこに狙って撃つわけだからね。なるほど。自分のその血を飲んでくれとかね、食べるものないから自分のこの肉を食べてくれとかね、最後はそんな状況だったらしいよね。そういう体験がやっぱり生かされて帰ってきたんだろうからね、うん、これはもう高校受験とか中学の時にはもう毎晩なってたね。毎晩なんですか？ああ、だから負担は平然だけどやっぱり寝るとあるんだろうね。もうね忘れられない記憶がね、はい、うん、吉尾さんから見た、うん、なんか一般の人が持ってるイメージとのこうギャップって結構あったのかなと思うんですけど、うん、全然ね最強とかそういうんじゃなくてね、はい、優しいですよ。あ、怒られたことないんだから。おふくろが怖かった、母親が。朝方までさ遊んで帰るじゃない、はい、台所で待ってんだから、冬の寒いとこで待たれることはなかなかないっすよね、うん、で鍵持ってさカチャッだけどさ台所からこう帰るとさ緩んだよ、母親が。朝の5時だよ帰ってくるまで待ってんだよ。いや、すごい。怒られてね。だけど父親からは1回も怒られたことない、うん、怒られると怖いなっていう。あ、そういう時はある、ね、逆にね、うん、はい、剣道でね、はいはい、いつも稽古はしてるし、うん、だからそういった面でのつながりっていうのかな、うんうんうん、いうのはあったけども、だから普通のお家の優しい父親ですよ。寡黙でもないけども、喋、うん、る時は喋るけども、お酒飲まないしね。あ、お酒的に飲まないし、タバコだけはね、やめられなかったけどね、うん、禁煙だ禁煙だってトイレとか風呂場の中で。で、その吸い殻がさ、お風呂場の元に詰まっちゃったりね、フィルター付きだから。声だけ意志の強い方でも、タバコだけはやめられなかった。もう自分の部屋に禁煙だって書いたんだけど。現地の方たちと協力してもらって、はい、掘るわけですよ。そうすると洞窟が出て、でその中にあるわけですよ、お骨が。行くたんびにお骨を持ってきて、庭で水できれいに洗ってさ、うん、靖国神社と真向かいにある慰霊のところにね、はい、持ってってさ納めたりして、で誰のお骨か分かんないから、はい、遺族の方は皆さん欲しいんですよね、うん、ただああいうのはやっぱり法律的にあげられないんだろうな。違う方の骨もね差し上げてもいけないから。で父はその海岸のさ、はい、綺麗なあの貝とか、うん、サンゴとか、はい、そういうのをいっぱいこう持ってきて、でサンゴってちょっと人間の骨と似てるんだよね、うん、
うん、そういうのが来たら差し上げて、うん、皆さんお墓の中には骨がないんだから、そこで戦ったところのものだっていうことで、うん、その参拝とか仏様にね飾ったり納めしたりして、はい、皆さん喜ばれたよ、うん。父がねアンガウルト来ましたでしょ、はい、その時に向こう沼があるんですよ、沼、はい、このぐらいの大きさのワニがねうわいるんだね。それで現地の人たちと夜ねライフルでワニ狩りするわけですよ、ワニ狩り、はい、ライトを照らすとね目がこう光っててねその頭を狙って撃つらしいんだけど、でこのね取ったね肉を食べるんだね。もう実際本物のワニの、あこれ実際変わってます、どうぞ。ちょっと怖いけど、あ実際にでも船坂博さんが食べたね、はい、で向こうの方たちはワニの皮必要ないわけですよ、うん、お肉だけで、うん、記念にもらってきた生ガキで持ってきてからさ発酵しちゃってさウジ虫が湧いて臭くてね皮なんかでベロベロなんだよ。なるほど。うちの袋から怒られてた当時はね持ってこれたのこういうもの、はいはい、船坂博さんに興味を持っている方はこの文庫を買っていただければいいですよね。そうそうそう、うん、こちら、うん、で映画化になるかもしれないね。これは言って大丈夫なのかですか。今ね企画で、はい、ここの出版社とか私とか、はい、全部許可を取った、はい、もし映画化になったらいいですかっていうことでアメリカ版のゴジラ、はいはい、取った監督さんじゃあハリウッド映画ですか。そう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 、そういう話が来て最初分かんなかったですよ。で電話かかってきてぜひ映画にしたいって言うんでお会いしたいって言ってうちに来られてね、で話聞いたらそういう話だったらぜひやってくださいって言って、お墓がね麻布にあるんですよ、はいはいはい、そこのところに一緒にお墓参りに来てくれて関係者と4人で、はい、父のそのお墓の前でね写真撮ったんだけどね、すごいね義理堅い人、今厳しいんだってねスポンサーさんを見つけるのに、あ戦争の映画ってすごいお金かかるんだってね。いやそうですよね、うん、そういうのが決まれば、うん、やりたいって言って、だからまあそれいつになるかわからないけどね、はいはい、そういう話があるんですよ。で昔東宝の時もね主人公が三船敏郎さんで、アメリカのこっちの俳優さんがビン・マーチンってもう亡くなってるけどね、でそういう話があってさ、あその三船敏郎さんのお家に呼ばれてお会いしてきた、その話は亡くなっちゃったけどね、あ確かに、ね、このキャストですごい、東宝で撮影したかったらしいです。これすごい、うん、船坂博さんに関連した動画でコメントで確かに映像化については結構皆さん書かれてたんで、うんうん、これはでもすごく反響あるんじゃないかなとは思います ね。映像化になるとまたね、そうですね、違う面が出てくると思うんですけどね、うん、だけど今回は船坂義雄さんに登場いただき、船坂博さんにまつわるお話をいろいろお聞きしました、うん、気になる映画化とかのお話もちょっと上がったので、それはまた今後ね続報があればぜひチャンネルからも発信していきたいので、うん、また機会があればぜひご出演いただければなと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。それではこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。